手坂に打ち取るんじゃなかったの？最優秀賞取るとか言ってませんでした？今そんなこと言って何なんだよ。だってあーもう最悪、恥ずかしくて死にそう。黙ってろ。何よ。余計なこと言うなよ。本当のことでしょ。今言って何なんだよ。うるさいのよチビ。お前が持ってるだけだろ。うるさいのよ。おめえらが言ってよ。ちょっと聞かないでこっち。ふざけんなよ。もう綺麗な嬢ちゃんたち。売れないだけならまだいいよ。洋服にライブペインティングしてシャオリさんのセンス爆発させる。付加価値つけてやんよ。からの結果がこれ。コンテスト会場でペンキぶちまけて全身黄色になって、運営からは引くほど怒られて失格。物販も一切売れずに売り上げゼロ。ゼロだよ。っていうかさ、お前人気なかったんだな。はあ、だってお前がモデルウォークしても誰も見向きしてなかったもんな。あんたの早歩きではマシでしょ。はあ、てめえやんのか。ダメですよ暴力は。え、それ篠原さんが言う。はあ、蹴られたの。謝ってもらってないけど。自分は謝ってないのに。ほんと性格悪いね。はあ、はあ、フルーツ牛乳飲む人。フルーツ牛乳飲む人。飲む。フルーツ牛乳飲む人。